日火曜日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて113円77銭高い2万3425円91銭でした。続伸であります。トピックスは 5.29 ポイント高の 1642.54 でした。指数はプラスなんですが、東証一部で見ると値下がり銘柄数の方が若干多くなっています。全体の 50% に当たる1000トンで94銘柄が下落、上昇は 44% 961銘柄です。まあ、1090の下落に対して960の上昇ですから、まあ、半々といえば半々ですが、まあ、厳密に言えば値下がり数の方が多い中、指数だけがプラスというのが東証一部でした。そして特筆すべきなんでしょう、商いが少なくなっています。売買高株数が4億8000万株、売買代金は午前中の段階では1兆円割り込んで9870億円にとどまっています。今週は S 九州、オプション S 九州でありますが、先物が全然できていませんで、それに伴う現物の売り買いというのもボリューム少なめであります。S 九州なのにほとんど商いがないというのが今日午前中段階までの動きでした。新興市場マザーズ指数が7ポイント高 0.5% の上昇、日経ジャスダック平均株価が昨日に比べて8円と84銭高 0.2% の上昇、東京市場、東証一部、そして新興市場4指数とも上昇で終えています。日経平均冷やしチャートです。日経平均株価は2万3000円を割り込まず、かといって2万4000円にも届かない、だいたい2万と2500円、600円どころで弾き返されるという日がここ1ヶ月以上続いていますね。こちらオレンジ色の線が25日移動平均線、青い線、グリーンの線が5日線であります。25日線をなんとなくサポートとして意識はしているようです。アメリカトランプ大統領が新型コロナから退院してホワイトハウスで、自主隔離で執務を再開したということです。このあたりも一定の交換材料にはなっているようですけども、なかなか一気に上に買い上がるという雰囲気には至っていません。こうした中、主力株は総じて、しっかりこじっかりといったところであります。例えば7203トヨタ自動車ですね。こちら12円高 0.1% の上昇でした。12円高ですので大きく買われてはいませんけども、逆に言うとあまり売られてもいないということで主力どころは膠着状態であります。一方で材料が出ている銘柄、先日のシステムトラブルの影響で8697日本取引所グループ JPX ですね。今日は89円安ということで 3% を超す下落となっています。トラブルを起こしたということがあって当然のように売られていまして、このように陰線が 1,2,3,4 本連続でありますが、原因が判明していて、システムトラブルの際に他のバックアップシステムに切り替えるということがうまくできなかったようであります。そのシステムの改修費が巨額に上るのではないかなどという報道もされていまして、こうしたことが企業の経営体質、財務体質への逆風となりかねないと、そうした見方があるようです。今日も手放す動きが優勢であります。今日の東京市場、東証一部としては値下がり銘柄数の方が多かったんですが、指数はこじっかり、ただし商い少なめという午前中の取引でした。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。